皆さんこんにちは、日曜日恒例の大人チューブの時間がやってまいりました。本日皆様にご覧いただきたい商品なんですけれども、私と福原が着ておりますコートになります。私がブラウンで、福原がブラックの方を着させていただいております。ですね、このコートなんですけど、見ての通りすごくこうゆったりとめちゃくちゃ大きいんですね。この私が着てもまだまだ全然ゆとりがある感じの大きさで、特に私がなんでこれを気に入ったかっていうと、横のねこのスリットなんですけど、これがかなり深めに入ってるんですね。結構スリットのあるアウターとかって多いんですけど、ここまで思いっきり入ってるのって本当に珍しくて。ボタンありますか？そうそう、ボタンもついてるんですね。あんまり開くのが嫌な方はちょっとボタン止めていただいたらいいんですけど、それとあとはこのちょっと後ろにかぶってますこのフード、この全体のバランスがすごく可愛いなと思って、で結構この生地の方も量をたっぷり使ってるので、若干の重みはこう持った時はね、ちょっと重いかなっていうふうに私たちも心配したんですけれども、実際今着用してみると、意外と持った時よりは着た方がそんなに重さを感じないなって思いました。どうですか？そうですね、本当に手で持った時は重たいかなと思ったんですけど、ね、手入れてみると、案外大丈夫かなと思ってます。可愛いですね、このボリュームの割にはね、今日は私たちの他に3人のスタッフによる着こなしをご覧いただこうかなと思ってるんですけれども、3人3用いろんなパターンで着てもらってるんですが、4人です。失礼いたしました、4人でございます、申し訳ございません。4人で着ていただいているんですけれども、他のスタッフの着こなしを見ていただきたいなっていうふうに思いますので、ご覧になってください。お願いします。いかがでしたでしょうか。身長が様々に異なった、
スタッフに来ていただきましたので、ご自分の身長と合わせていただいてご参考にしていただければなっていうふうに思います。では最後になりましたけれども、またチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。こちらの方、こちらですか、いいねボタン、いいねボタンもぜひぜひよろしくお願いします。概要欄もよかったらリンク取りますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。